たまべ知識認定コーチの西村です。本日はアファメーションの朝の勉強会の12月下旬分のご感想をいただきましたのでご披露させていただきます。実際アファメーションを見てもらえたのでよかった。こう書かなければいけないというルールはあるものの、心がとらわれすぎても具体的に生き生きとしたアファメーションにならないので、実際にアドバイスをもらえてもっと自由に書ける自信になったということでした。この方はすごく生き生きとした表現もできていらっしゃったので、ぜひこの調子で進めていただければと思いました。アファメーションの朝の勉強会、大幅日程を増強して開催しておりますので、もしよかったらぜひご参加ください。